映画を見るなら、フランス映画さ、若かった君と僕の思い出話は、君が手を振り切った二十歳の時、埋もれ日の道に全ては消え失せた。ポップコーンを頬張って、ポップコーンを頬張って、天使たちの声に耳を傾けている。カイバンド、ポップコーンを頬張ってから始まりました。元気が出る大チャンネル。大チャンネルをご覧の皆さん、北川大輔です。映画館に行くと、なんかついポップコーンを食べたくなりますよね。何なんだろうと思いません？もともとフランスから映画が始まった発祥の歴史があって、途中でアメリカが全盛期を迎え、今から100年ぐらい前、できるだけ原価を抑えて少しでも収入を得るために、なんかファーストフードなるものの中にポップコーンが際立って映画館には流行したらしいですね。まあここから始まってポップコーンを食べる習慣はそのまんま、まあ、もちろん日本にも入ってきて、今でも映画館に行くとポップコーンの香りがして、映画館に到着したイコールなんか、ポップコーンの香りに誘われて、あ、映画館に来たなっていうと、やっぱりついドリンクとポップコーンはセットで注文して、映画館の中に入りたくなるものですよね。まあ今日はそんな話の流れから、ポップコーン、じゃん、美味しいですよね。うまいでしょこれ。でもなかなかの買い物に行った帰りにポップコーン売ってるから買って帰るっていうことがあんまりないので、あんまり食べる文化が、少ないですかね。でも今日はこのポップコーンをですね、実は北海道の有名なこのトウモロコシの種をちょっと送ってもらったので、これでぜひ今日はちょっと美味しいポップコーンを作って食べようと思ってます。どうせせっかく作るんなら、普通は塩でポップコーン作って食べるとか、醤油バターとかでこう香りをつけて食べるとか、まあこれは普通なんで、もうそんなもんじゃないと。大チャンネル、やっぱり北川大輔はそんなもんではダメだろうと。今までのポップコーンの概念を変えて、これやっぱり入れたら美味しいだろうと、なんか思いましてね、じゃん、用意しました。ちょっと見てください、こんな感じです。まずはコーンポタージュ、これとシャカシャカして混ぜたらどんな味になるの。うまそうでしょ。チーズ、粉チーズね、この粉チーズをこう入れてね、パルメザンの粉チーズをこうシャカシャカして混ぜたら、これ絶対うまいと思うんですよ、うん。まあ、キャラメルにちなんでですけどね、まあ、蜂蜜を入れたらどうだろうか、ね。まあ、チョコレートソース、じゃん、これもかけて食べたら、まあ、これでも美味しいでしょうきっとね。あとメープルシロップ、ね、こっからちょっといきます、まあ、家にあるものでっていうことで考えたら、はい、お茶漬けの素、お茶漬け、これかけて食べたらどうかな。あと青汁これね、結構飲むんですよ、青汁。やっぱ体にいいでしょ。で結構ね、これポップコーンにかけて食べたら、今さっきのほらこれとね、このポタージュなんかとまあ同じ感覚でさ、かけてみたら多分もしかしたらいけるんじゃない、もしかしたら、ね、あれポップコーンっつったら青汁だねって世界が変わるかもしれないじゃん。だからちょっとこれは入れてみたいと、うん、思います。あと、はい、七味をかけるとかね、うん、あとこれカレーの粉なんですけど、まあ、これはありそうね。これ普通に映画館とかね、ポップコーン売り場に行っても多分これね、カレー味とかありそうだから、まあこれもありかな。あと豚ひきソースでお好み焼き風ってどう？ひょっとしたらですよ、でポップコーン普通に炭水化物、まあご飯だと同じに考えればさ、多分同じつもりで食べれるし、ご飯よりもはるかに糖質が少ないから、ポップコーンは主食にもなりがちなものかもしれないんで、そうするとこれで美味しかったら、ひょっとしたらご飯の代わりに思いっきりもうこれで食べたらいいんじゃないかと思うわけ。ふりかけね、さっきお茶漬けがあったんですけど、納豆ふりかけ、これでマツコ・デラックスさんの番組のやつで納豆をね、辛いラーメンにかけて食べたら美味しかったって検証したので、納豆とどうだろう、うん、多分合うんじゃないかな。ポップコーン、マヨネーズかけたらどうだろう。ケチャップバーってかけて、もうケチャップまみれで食べたら美味しいんじゃないかな。男梅のふりかけ、これがあったんで、これも結構いけんじゃないかなと思います。全部で15種類ほど今こうやってずらっと並べてみましたけど、どれいきましょう。ポップコーンをポンポカポンポカやって作ります。で作った後何するか、ちょっと皆さん考えてください。あなたの求めているものと同じものを作って試してみたいと思うかもしれない。
ただ多分この辺は普通かな。だから多分皆さんはこっちやらしたいと思うでしょ。ちょっといろいろ試してみたいと思いますが、こうご期待。ではお楽しみください。もしこの番組良かったら最後にいいねボタンをしっかり押してください。そしてチャンネル登録もしてもらえるとテンションがアップアップ、モチベーション上がりますので、北川大輔応援よろしくお願いします。大チャンネル。それではいよいよ調理を始めたいと思いますが、何をつけたら美味しいかって話のね、一応なんとなく考えて決めました。まず一つ目、じゃん、お茶漬け。まあ、あのお茶漬けをねシャカシャカして食べたら、まあ、美味しいだろうと、まあ、一番ね妥当なラインはあの中でねこれかなと思ってます。まあ七味、うん、まあ、辛いのは得意じゃないんだよな。でもちょっとこれどうしてもねやってみたいと思います。七味をかけたポップコーン美味しいじゃないかと、これ日本人だからね合うんじゃないかなと思ってます。じゃあケチャップ、ケチャップかけて食べたらさ、ひょっとしたら新しい世界観が広がるんじゃないかなと思うでしょ。そうしてみたいと思います。そしてさっきあの納豆のふりかけ、これね、でもふりかけはなんかちょっともう中途半端なんで、まあ、大チャンネルの大ちゃんやっぱり男ですから、やっぱりもう納豆いくんだね。お好み焼き風に作ります。お好み焼き風に作ったら多分美味しいだろうと思います。最後青汁です。まあ多分ね、あの抹茶のつもりでかけたら多分シャカシャカしたら美味しいんじゃないかと、まあ安易な発想、ただどんな味になるのかな。でも多分皆さんね、青汁いったら多分リアクションが面白いんじゃないかと期待するんじゃないかと思って、あえてこれをラストの今日はね6皿作ってみます。まずは、フライパン用意しました、ね、まずは火をつけます、ね、はい、で、サラダオイルです。サラダオイルをかけます。今温まってきますからね。トウモロコシね、ポップコーンの元ですね。北海道、もう北海道のアッサブのもう超一流のいいやつですね。これを入れます。さあ始めてみたいと思いますけど、 50g ですか。 50g、ね、さあこれでよく浸しながら、で中火でとか言ってましたので、中火で、そして蓋をします。さあ楽しみですね、美味しいポップコーンができると思います。一応普通はこれで塩とかバターとか入れて味をつけた状態だとすると美味しいって言うんですが、これからいろんな味をつけたいので無味にします。味をつけずにいきます。で味をつけずにいって、それでどんな感じになるかというのを、検証してみたいと思います。楽しみにしてください。そのうち踊り出しますけどね、ポンポコポンポ踊り出します。跳ね始めました。ポンポコポンポ、だいぶポンポコポンポしております。ほらいいじゃん。やばい。あ、でもすっごいいい香り、いい香り。ね、はい。さあ、もうだいぶね、8割ぐらいは、ね、もうポンポンでしてきてるかなと思います。はい、どう？跳ねる跳ねる、元気がいい、すごい。ちょっと今ちょっと怒っちゃったけど、まあ、うん、あ、ポップコーンの味、無味の味、うん、豆の香りが、はい、終了、完成です。はい、どうでしょう、いきます。さあ出来上がりました。今からですね、いろんなものを検証してみたいと思いますが、まずは一つ目、お茶漬け梅風味味。だから結構これね合うと思うんだよね。さあまずはジップロックでね入れてみたいと思います。ジップロックにまずは入れて、よいしょ、よいしょ、はい、これにまあ梅茶漬けですね、よいしょ、
感じです。はい、倒してありがとう。まあ、これはもう美味しいんじゃないですか、ね、はい、シャカシャカしました。ラッペを器に入れます。よいしょ。はい、こんな感じです。はい、食べてみます。どうだ。うん、これね、あの塩加減がね増えた感じ。したらね、正直なんだろう、一緒になんかあのお茶漬けの元になってない。あ、こうやって一緒に食べればいいんだ。じゃあちょっと待って、どうしたらいい、これで一緒に食べた方がいい。うん、これね、うんうん、あ、これね主食、もうお腹空いてる時に一緒にご飯で食べれるかもしれない。あれ、これ一番いいんじゃないの。でも辛いね、これ。でもお茶漬けお茶漬けの元だからだね。半分ぐらいで我慢入れた方がいいかな。うん、でもまずはこれは味としてはいける感じがしました。七味唐辛子、どうなんだろう。さあ、混ぜていきますよ。はい、入れまーす。まーす。はい。これね。これね、結構身の上に腕なんかこういいかもしれないね。あとこれポップコーンを家でやってね、家族でみんなでやったら楽しいかもしれないですよ。お孫さんとかね、お子さんなんかと一緒にみんなで楽しみながらできたらね、結構いいんじゃないかな。さあ、では食べます、ね。はい、よいしょ。さあ、七味、これも合うかもしれないね。七味めっちゃ七味の香りだ。でもまあいきます。はい、いきます。よいしょ。あ、悪くないかも。これ彼の苦手な北川が食べて全然なんか、うん、さっきのお茶漬けよりもいいかもしれない。作りやすいし、うん、あ、でも鼻にくるな結構これね。なんだろう、想像しているポップコーンの味がもう頭の中に先入感があるので、これ意外とね、裏切ってる感じがする。新しいパターン、これ新しいかもしれない。これね、ぜひやってみてください。これね、ちょっとおすすめ。これ一番これだね。うまい。これケチャップっていいの、これね。いつもね、スタッフのみんなと相談をしながら何をやろうかって話をして、今日はですね、この中、さっきのね、15の中で選んだ中で、いずれもいいものを取りたいっていうんでね、ちょっと面白いものをっていうことを言われて、うわ、ケチャップだよ、思いっきりケチャップだ。はい、でーす。いきまーす。うわ、ケチャップ。これね、ケチャップだよ、これ。ポップコーンにする必要がないし、ポップコーンにかける必要がないし、ケチャップはケチャップで美味しいのに。ケチャップだな、これ。味の比率としては、ポップコーンが1で、ケチャップが9っていう味の割合。ケチャップを舐めてる感じ。だから、これ。これパス。これね、絶対やめた方がいいです。やめよう。やべ。苦しいこれ。はあ、やばい。こんな
まあでも前ね納豆でこれタレはかけていいと思うんですよね。タレをかけて納豆を作ります。納豆を作ってまあポップコーンがまあ主食のご飯の上に納豆をかけたと思えば多分いけるんじゃないかと。いきまーす。よいしょ。これでもいけるんじゃないかな。ちょっとしたらね。はい、かけます。いきます。いやー、すげえ。やる気だ。でもこれが美味しかったら、これが主食って言ってもおかしくないぐらいに美味しくなるんじゃないかなという期待感はあるんですが、あ、もう結構もう、納豆菌の匂いがプン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 してます。はい。これなんで食べるんだろう。箸で食べるのかな、スプーンかな、どっちがいい。これスプーン、じゃあスプーンでいきますね。お菓子なのか食事なのかちょっとわからないですけど、いただきます。あ、でも美味しいんじゃないの。美味しい。これ、今ね、そっちにスタッフの人がいるんですけど、カメラさんに今目で合図してまして、これ期待以上、想像以上。まあ納豆って未来の食材かもしれないね。あ、これ美味しいぞ、これ。納豆の味が完璧に出てて、しかも、なんだろう、ポップコーンの食、なんか食感みたいなのは失われてなくて、これ、おすすめした。ただ、映画館でこれって食べれないね。映画館でこれ食べてたら、臭いよね、納豆臭いねって言われそうな気がしますね。うん、これにね、買ってきました。オタフクソース。北川ですけど、学生時代の親友がね、広島に、出身で、高取君って言うんですけど、この高さんがね、本当に学生時代ね、大学に来て初めて、スーパーに行った時に探してたのが、このお好み焼きのソースだったっていうぐらい、やっぱ広島県の人は、まあ大阪もあるんですけど有名なのね。でも広島はもうお好み焼きで、お好み村なんてもう本当に一つのビルがあるぐらい、広島はこうさまざまなね繁華街いっぱいあるんですけど、お好み焼きは日本一の文化ですよ。でこの広島で作っているこのオタフクソースっていうの、これがやっぱり基本でね、これで、まあ、作るんですけど、ちょっと今からですね。さあ、まずは、まあね、なんだこれ、もう普通にこう、ね、でしょ？これに、オタフクソースをかけて、ね。入ってる。よいしょ。はい。入れます。でお好み焼きに欠かさないものはといえば青のり。今日はいろいろ用意しましたよ。青のりも用意しました。そして紅生姜、刻みの紅生姜、そしてマヨネーズ、ね、あでもこれ絶対おいしいと思うんだけどな。はい、お好み焼き風。さあ、お好み焼き風、もうポップコーンに見えない、お好み焼きにしか見えない。本当だよって。さあ、それではいきたいと思います。これ美味しいかもな、ひょっとしたらな。いただきます。よし、どうだ。いきます。おいしい、これ。これいける、これ。まあソースが美味しいんだね。うん、ほんのり甘くて、で結構しっかりと骨の太い味がする。うん、いいね。やっぱ、なんだろう、ポップコーンの味もなんか感じる。なんだろう、あ、ちょっと青のりなんかも入れたから、もう
これね、美味しい。いいことない。完食。ポップコーンにお好み焼きは合います。大丈夫です、バッチリです。何が大丈夫か分かんないけど大丈夫です。大変長らくお待たせいたしました。本日の皆さんが期待している、まあ、半分罰ゲームのような青汁やってまいりました。健康にいいですからね。やっぱ食物繊維、そして体のためには大事なんで、いいと思います、ね、いいと思います。何がいいんだろうですかね。よいしょ。あれは青汁は結構飲むんですけど、決して昔ほどはね、あのまずいというイメージがないです。もう昔ね、まずいとか矢野さんがやってましたけど、そんな感じはしないので飲めると思うんですけど、ね、ただこれあの大麦わが葉の 100% なんで、あの比較的あの美味しいというよりは、多分という感じ、どうなんだろう、苦いとか青いとか、ね、じゃないかなと思います。まずはもう入れただけで、ほら珍的にはもう、でもこれね、抹茶だと思って食べたら抹茶になるんじゃないの。あ、でもほら、見て、一番あの今まで今日やった中で一番あのシャカシャカ系の感じでは一番混ざったような。でこれね、あのまあ青汁ですけど、カレー粉だったりね、なんかあのビーフのコンソメとかを砕いたやつとか入れたら、まあ間違いなく絶対美味しいので、まあ、これも多分あの、まあ、それが青ね、まあ青汁だったというだけかな。多分これが美味しかったら世界変わるかもしれないよ。あ、ポップコーンには青汁だよなんていう時代が来るかもしれないね。あ、いいですね。もうこれはね、もう普通にいけんじゃないの。いきます、いきます。うわー、粉臭っ。これ、あ、これね、あの、なんか涙出てきた。無言な、ちょっと粉が多すぎたのかな。青汁感が強い。でも体にいいんだと思ったら美味しいかもしれないし、あの食べる分にはちょっとさりげなくいいんじゃないかな。うん、あのちょっとなんか映画とかドラマを見ながらこれを食べてる。だからな、これならあのおしゃれ感はありますね。納豆だとどうなのっていう感じがするんですけど、今日はですね、美味しいポップコーンをどれだけ作ったらいいかっていうことを検証するっていうことで、いろんなものを挑戦していきました。改めて確認をしましょう。一つ目が、まずはお茶漬け、梅味のお茶漬け、美味しかったです。ただまあ別にあのご飯にかけてもいいんじゃないかと思って、これちょっとあの量が多すぎたので半分ぐらいにして分かなんかで混ぜながら食べないと、下に全部潜ってしまうと単なる塩味のポップコーン。七味、これコロナ禍でね、まあ、まずはこう半分以上ベスト3に入るのが七味だっていう気がします。これ美味しかった。ケチャップ、これ最悪、これ絶対にこれやめて、もうねケチャップの味しかしなかった。もうポップコーンにかける意味はゼロ。さあそして納豆、これ意外と美味しかった、まあ、主食のご飯の代わりにポップコーンだと思って一緒にまず食べたつもりで食べたら、これはいけました。お好み焼き、これね最高でした。3時のおやつに食べたいなと思うものの一つに、これをレパートリーとして入れるべきなんじゃないかなと思いました。最後、青汁、スナック的な感じで食べるには絶対良かったので、この中で一番映画を見ながら例えば食べるという手でこうつまんで食べるんだったら、多分これはありだったのかなと。 あくまでも青汁なので、抹茶色は、ね、似てますけど、実際のところは青汁なので、甘いものを想像したりとかすると絶対やめると思います。体にいいからポップコーンと一緒に食べたいなと思う気持ちがあるんだったら、これは北川大輔的にはおすすめする青汁でした。今日はポップコーンに家にあるいろんな食材の何をかけたら美味しいかっていうものを検証してやってみました。こんなにね美味しい今日はポップコーンがたくさんまだ残ってますから、先日録画をしたね、日曜劇場山村メッササスペンス刈谷警部親子シリーズ、大好きなドラマなんですけどね、あのワンシーンがいいんだよね。警部、被害者一条明が右手に所持していたお守りですが、付着していた血液の DNA が川本結衣のものと一致しました。あのシーンがいいんだよね。
あれを見ながらゆっくりと食べたいと思います。青汁美味しかったな、ね。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。